わあごめんなさい iPad の充電が切れてました <laughs> ごめんねみんなみんな見れてるごめんね今ねいっぱいしかなくて始めようって思ったら充電切れちゃって <laughs> ごめんねありがとうありがとうございます大丈夫かなありがとうございます嬉しいみんな Twitter でつぶやいてくれたりいろいろとありがとうございます見えてますか ありがとうございます。えー、ということで今日はえっと27歳の生誕祭をそしていただきました。ありがとうございます。みんな通知来てるかなごめんなさい。ちょっとツイッターでね、あの、事前告知になっちゃったかな事前告知になっちゃったよね。あれ待って、私ツイッターですらツイッターつぶえてない。あれつぶえてたあれ私、つぶえてたっけあ、つぶえてたよかったよかったよかった。17分前ぐらいに。 つぶやいてたんですけど、ア足をルームつきてありがとう。ごめんね。ちょっと突然の突然になっちゃって。で、そう。さっき18分前ぐらいにそうツイートしたんですけどもありがとうございます。みんな大丈夫かな？疲れてるかな？楽しみにしてるね。とか了解って言ってるけど大丈夫かな？見えてますかね。ありがとうございます。するような気がしてて。ありがとう。ありがとう。えー、っとということで改めまして、27歳の生誕祭。 に来てくださった皆さん、そして dmm で見てくださってる皆さんありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。あなたは動かしてた。ありがとうございます。えっ、ー、と今日はなんかいっぱいお話ししたいことがあるんですけど、まずはあの今回ね。そう、あの残念ながら来られなかった方とかもいらっしゃって。そのあの生誕祭に。その。 あののんて言ううだろうその当選とかっていうかあの関係とかそう外れてしまった方で来れなかった方だったりあと突然あのいろんな事情があって来られなかった方とかもいらっしゃったりあとこの雨の状況で台風のあの影響であの新幹線が止まってしまって来れなかった方とかもいらっしゃって。 たりあといろいろとさまざまな突然のなんか出来事で今日の生誕さんに来れなかった方とかもいらっしゃったりしててそうそうです「あいいけど朝まで仕事さんお疲れ様です」そう交通機関がちょっとうんなんか思うように動かなかったりとかしてお会いできなかった方とかもいらっしゃったりしてそう泣く泣くキャンセルした方とかもいらっしゃったので今日はあのそのそ皆さんに 皆さんが行きたいと思ってくださる気持ちが本当に嬉しかったですし、あとね。そう。体調悪くなってしまってっていう方とかもいらっしゃっててそうだよね。ねーありがとう。すごい遅れたりとかもね。してたもんね。そうだよね。ありがとうございます。あ、普段よりそうだよ、ね。新潟着くのね。そうですよね。なんか急遽あの東海道新幹線が動いてなくって、急遽その車で来てくださる方とかもいらっしゃってて。 そうね、ありがとうございますね。あ、横尾バスは動いてよかった、よかった、よかった。あ、ありがとうございます。鹿児島ナンバー、ありがとうね。そう、本当にあの、様々ないろいろな理由があって、こうやって、あのお会いできなかった方とかもいらっしゃったり、こう、いろんなことがあって、こうね、あの、なんとしてでも、こう、あの行く手段とかも探してくださる方とかもいらっしゃって,て、本当にありがとうございます。 ねありがとね本当にめちゃめちゃ皆さんのお気持ちがすごくすごく嬉しかったですねえ無事に行けたことに関してねえ本当になんとかねそう新潟つけたっていう方とかもいらっしゃってありがとうございますあ楽しかったですかありがとうございますそう本当にいろんな方の思いがあっての 生誕祭だっったたなーってすごくく今回はめちゃくちゃゃ思いました本当に行きたいと思ってくださる皆さんがいらっしゃることがすごくうれしかったですしあの生誕員の皆さんとかもいろいろと、あのー、ここのタイミングでとか <laughs> ブラボーっていうね、あのー、なんて言うんだろうフラ,フライヤーっていうのかな髪,髪あの髪のことなんていうフライヤーで合ってる <laughs> フライヤーで合ってるかなね合ってますかね、あのー。ブラボーとかっていう <laughs> だったりほんと生誕 D 率の高い生誕さ初めて見たえ嬉しいありがとう,そうブラボーだったりフライヤーだったりとかうちわとかも用意してくださったりとか本当にありがとうございますすごく嬉しかったですしあ声とかもね本当私がわがまま言ってしまって あの「コールお願いします」って言ったらすごく皆さんあのコールしてくださってすすすごごく嬉しかったですありがとうございます、うん、今回の公演であのいつも来てくださる方から「久 <laughs> 々 <laughs> どこ行ってたんだろう?」みたいな <laughs>「どこ行ってたんだろう?」みたいなっていう方とかもあの久しぶりにお会いできたりとかあそうすごいこれを思った後応援してくださる皆さんが本当多かったですよね。 多かったですよね。ありがとうございます。そう、あの私のことを応援してくださる方がすごいたくさん入っててくださってて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうね本当に。そうで久しぶり枠あのどうもじゃないですよ <laughs> 来あ。来てください。あの来てください。あの私言ったん今回のこれからねちょっと D M、MM、M 見てくださる方はあのちょっとネタバレになってしまうんですけど本当にあの <laughs> 押し上げてほしいです。<laughs> あのね、いつもね、あのー、ずっとずっと変わらずに、あのー、応援してくださる皆さんはねあの頃、も今もずっとずっと変わらずにあの私のことを押し上げてくださってると思うんですけど <laughs> これからもっと押し上げてほしいですって言ったのにはたくさん意味があってこれからもどん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 私のことを応援していただけたら嬉しいなって思うしあのなかなかねちょっとねあのどこをいこに行ってるんだろう。<laughs> 久しぶりにお会いできた方とかもいらっしゃったのでなんかこうイベントだったりとかにあよかったら是非待ってるよーって意味で推 <laughs> しを押し上げてくださったら嬉しいですそうありがとうございますあ本当？嬉しかったえー、ありがとうなかなかいいあ全然全然ありがとうねありがとうございますフラッシュさんとかもゲットしてくださったりしてすごく嬉しかったですしありがとうございますそうなのでなんか 本当にあーのー今日のねスピーチとかもなんかどうしようかなって思ってたのなんか何を伝えたらいいんだろうってなんかこう伝えたいことがありすぎてあ細々と <laughs> そんなでも細々だとは思わないけどねありがとうねあまゆめさん今日いましたまゆめさん来てくれました今日そうあ本ほんとあ生写真変わらなかったよかったスピーチ感動したえ 嬉しいありがとうよかったなんかこうどうしようかなってなんか何を伝えようかなと思ったけどほんとこうなんだろうなやっぱり NGT48 にそうあの <laughs> そうあの加入できたからこそそうあの NGT のメンバーとも出会えたからこそね みんなと ngt をもっともっっっととと大ききくできたらいいなな思ってあ本当自然なスピーチ <laughs> シンプルに伝わってきたそうなんか私難しい言葉とか知らなくてなんかどんな言葉言ったらいいんだろうとかって思うんだけどでもなんかこうシンプルシンプルっていうかあんま言葉知らないからなんか自分が知ってる用語でしか伝えられることはできなかったんだけど少しでもあの皆さんに伝わったらいいなって思います。<laughs> 入って嬉しかったです。ありがた、ああ、本当？マヤミさん、そうね、マヤミさんから手紙もらえると思ってなかったのね。そう思ってなくって、そうボロ泣きしました。ありがとうございます。伝わりました。ありがとうめっちゃ伝わった。本当、よかった。ありがとう。そう、あれまっすぐまっすぐだったから伝った。ありがとう。そうなんか言葉とかごめんなんかこう結構なんか上手い具合のさなんか言葉とか知ってたらよかったんだけど言葉全然知らなくて。 ありがとう。本当泣きそうだった。本当女優さんでしたね。まゆみさんね。うん、そう。あ本当スピーチに感動してえ嬉しい。ありがとう。ありがとうね。そう、本当に穴入ってくださった皆さんも来てくださった。皆さんもあの dmm で見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。普段からね、めちゃくちゃ愛は伝わってるので、応援してくださいる。皆さんにもこう愛を返せていけたらいいなって。 思いますあ本当話せてたありがとう見てくれてありがとうありがとうねこうなんか本当にでも一つあのちょっと自分思ったこと言っていいですか <laughs> お見送りの時に私覚えてるよね <laughs> 私みんなのことめっちゃ覚えてるよね <laughs> すごいね思ったなんかなんかことなんていうのその あのー、来てくださった方のお名前とかも <laughs> すごいこうなんかいっぱい出てきて <laughs> ちょっとあの何て言うのそのお見送り流れ的に呼びたかったんだけどなんかタイミング的に呼べなかった方とかもいらっしゃったんですけどそうあのみんなみんなのことをねそうすごいめちゃめちゃ覚えてた <laughs> そう一人一人のこと知っててそう久々にお会いできた方とかも。 いたりしてそうあれっていうのがなかったんだよねそうなかったの本当にえみんなのこと言える説あるうん本当にその他の推しのメンバーの方推しの方推してる方はちょっとあのお名前が分かんなかったりするんですけどでも顔は知っててそうでもあの本当皆さんの名前はあすごいもう全員呼べるって思った <laughs> 全員呼べるって思いました <laughs> そうだから皆さんに興味ありありっていうことがなんか少しでも伝わったらいいなーって思います楽しかったありがとう本当にあの皆さんが楽しかったって思っていただける生誕祭になったら嬉しいですうんありがとう本当にすごい本当ありがとうねありがとうございます mc でそういうい企画やろうあー <laughs> 顔出し OK な方だったらできるかもしれないねうん そう,そうなんですよ言いますねうんみんなのこと覚えてるって思ったそう「赤毛穴から楽しかった」嬉しいありがとうありがとう本当にありがとうね運よく参加できてよかったありがとうねよかったら今日来れなかった方とかもあの絶対28歳の生誕祭はあのいつになるかっていうのは分かんないけど必ずさせていただくと思いますのでその時に是非あの28歳の生誕祭に来てくださったら嬉しいです はい。<laughs> そう、いつの間にか終わりました。ありがとう。ね、コールできるのに本当、一発、一曲目からもう泣いてた。<laughs> 一曲目から泣いてましたよね。うん。ね。そう、ありがとう。そう、またね。すぐね。そう。あの誕生日は来るので、よかったらぜひその時。絶対来てください。 今日来れなかった方とかあのー、いろいろな都合があってあのー、参加できなかった方約束ですずっと生てくださいうんありがとうコールすごかったありがとうね本当に皆さんね声がお見送りの時に枯れてたりとかしてて大丈夫だったかなありがとうねありがとうございます最初から泣きましたありがとうこれできるこやっていいよねねありがとうございますそうえっ、ー、と 緊張で壁に張り付いてたって、本当に、あ、そう、壁に張り付いてた、すっごい壁に張り付いて、壁の壁、ちょっと殴っちゃった。<laughs> 声かれました。ありがとう。本当意外だった。穴くの。本当、もう一発目から。なんか。なんだろうな。あの、こう、なんか私。なんだろう。本当こう、じゅ、なんかもう。あのー。本当。なんかね。 こうやって本当何回も同じこと言ってしまうんですけど応援してくださる皆さんがさこうやって素敵なアイドルがたくさんいらっしゃる中でこうやって私のことを選んでくださったっていうことがすごく嬉しいしなんか私のいいところって何があるんだろうみたいな <laughs> これいうさほんとになんか多分私はなんかまあ言っちゃえばなんだろうなんて言えばいいんだろうなまあネガティブネガティブっていうかネガティブネガティブ。ネガティブ ネガティブなのかわかかんんなないけどなんか自分を客観視した時になんか自分のダメなところの方がたくさんいっぱいあるからそういいところっていうよりも <laughs> あのダメなところがねたくさんあるなって思うんですよ。と本当に思うんですけどでも応援してくださる皆さんがこういうところ好きだよとかこういうところがいいよって言ってくださるからだからなんかこうやってアイドルになったから。 応援ししてくだささる皆さんと出会えたしこうやってなんか好きになっていただけたって本当にすごいことだなぁと思っててそう本当にありがとうございます全部いいだろってお寿司<笑><笑>ありがとう本当にそういうふうに言ってくれてそうありがたいなぁって思うしなんかアイドルじゃなかったらまたこう何て言うかなこんなこう素敵な。 体験経験をさせていただくことなんてなかったし好きになっていただくっていうこともなかったしなんか自分がこういう自分なんだっていうことにも気づかなかったと思うんですよ。だけどこうやって応援してくだささる皆さんがこういうとととととこここころろろかかああいうところとかこういううっていうのを教えてくれて当あとお手紙でもお手紙じゃない <laughs> お手紙じゃないあのー、スピーチでもねお伝えしたんですけどもそうあの本当鏡のように私のことを映し出して。 くださるから私ってこういうところがあるんだとかっていうところにも気づけるし本当にありがとうございますええま僕の人生を全く違ってた本当ありがとうありがとうねだからそう本当あの時にまゆみさんが背中を押してくれたから今の私がいますしだってすごい 何だろうあの360度って言うとあれだよねあの全然変わってない一周しちゃうから変わってないよね180度か180度 <laughs> 360度だったね違うよね180度人生が変わったじゃないですかだから本当にあの180度人生を変えてくれたお母さんにもすごく感謝ですしあのなんか恥ずかしくてなんかこうなんか言えなかったんですけど本当にこう家族がいるから NGT48 の活動ができるし。 こう家族一体となってアイドル活動してるなってめちゃくちゃ思ってて <laughs> 一周だよよねねごめん <laughs> 360度は一一でですよ一周ですよ、ね、そうだからありがたいなってめちゃめちゃ思うし多分多分マジレスするとえ多分七十7 0ぐらいえ七7 0 °度どこのぐらいごめんまた9 0度しかわかんない <laughs> 3 0度か9 0度しかわかんないけどそう本当にあの背中を押してくれてありが 嬉しかったですしお母さんが専攻してくれなかったら私は今ここにいないので本当に感謝してます <laughs> <laughs> ありがとう本当にお母さんうん、ありがとうございますだから本当こうあの8年間アイドルさせていただいてるんですけどもなんていうかなあのー、本当にあのー、もっともっとアイドル楽しみたいなって思ってますし自分がやりきったって思う ときときなんて言えばいいんだろうにな,るな分かんないけどそう、が来る日が来るのか <laughs> やりきったって思う日が来るのか分かんないぐらいなんですけど <laughs> ぐらいなんだけどでも、あのー、たくさんアイドルを今は思う存分楽しみたいなって思いますそううん <laughs>、本当になんかこうアイドルになれたからもちろんね、その あのー、アイドルになってこう現実とと理想とのギャップ際もっとあっアイドルってこんなにも大変なんだって思う瞬間とか思う時とかってめちゃくちゃあるんですけどでもなんかこう自分のことを必ず見ててくださる方がいらっしゃるからもっともっと頑張ろうってなるしその応援してくださる皆さんの笑顔が見たいなと思って。 ももっともっとと私がこうだったら喜んでくださるかなっていう考えることがすごい私楽しくて <laughs> そう楽しいんですよねどうしたら応援してくださる皆さんの笑顔を見ることができるかなとかそうっていうのをねそうあの考えることが好きなんだなってこの8年間の活動で気づきました <laughs> そうなのでこの「あの今8年経ったけど なななんか8年も経ったなったててていう感じはしてなくてそうなのでやりきったって思う日が来るっていうか分かんないけど,どいつなのか分かんないけどでも私は今のアイドルを楽しみたいなって思うしあの応援してくださる皆さんとメンバーにね出会えたじゃないですか新潟県に来なかったら NGT に来なかったら入ってなかったら出会えなかったからそのご縁を 大事にしたいなってめちゃくちゃゃく思いますのでそうなのでそう本当に、あのー「来れなくてごめんね」とかって言われることとかもあったりするんですけど是非いつか必ずこう直接会ってお話しできる時とかを楽しみにしてますしまたい会いに来てくださったら嬉しいなって思いますだからこの奇跡にめちゃくちゃ感謝したいなって思いますあいいますああでしたありがとうございます。 こんばんばはありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ますこれは何タワーですかそう本当に素晴らしい出会いに感謝そうね何て言うんだろうな本当に今こういうふうに一緒にあの過ごせる時間だったりとかって本当私にとっては第二の青春でこれからもこう第二の青春を応援してくださる皆さんとメンバーと一緒に。 楽しんでいけたらいいなって思いますえっ、毎年応援させていただきたい。ありがとうね。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。瀬田さん、おめでとう。ありがとうございます。なので、こうみんなが幸せになれるような環境をどんどん作っていきたいなって思うし、今日ね。4期生の発表とかオーディションの発表とかあったんですけど。 あのー、3期生とかにもそうですし2期生とかにもそうですしみんな後輩ドラさんのメンバーとかもそうなんですけど自分がこう得たことをどんどん伝えていきたいなーって思ってて <laughs> なんか自分がこう経験してこうやってなんかこういうふうにしてみたよとかああいうふうにしてみたよっていうことをどんどんみんなに伝えていけたらいいなって思ってますそう。 だから今の自分にできることはそういういところかなって思ってて思ます <laughs> だからねそうどんどん伝えていきたいしうーんみんながみんなこう何て言うんだろうな幸せになってほしいからせっかくアイドルになれたしこうやってなんだろう楽曲をいただいて素敵な衣装を着させていただいてこうねあの公演だったりイベントだったり。 シングルだったりを楽しみにしてくださる皆さんがいらっしゃる限りあり私は皆さんの笑顔を見れるように頑張りたいなって思いますはい <laughs> そうね自分が経験したことをなんかお話どんどんしていきたいなって思いますこの間ねみゆみえとそうお話ししたりして公演のことに関してとかも話したりとかしてだからもっともっと自分が今まで経験してきたことだったり みんなからもどんどん吸収していきたいなって思ってますそうありがとうございます <laughs> そっか4期生そっか4期生は21歳の子までかななかなねありがとうございますえー、笑顔になっちゃいます本当笑顔苦手なのそんな風に思ったことないな見守ってますありがとうございますありがとうございますずっと笑顔でいたしありがとう ありがとうございますいろんなことをよく、えー、見てるからこそ伝えられもありがとうありがとうございますえー、新しいメンバー来るのから僕はびっくりしたそうだよねびっくりだよねありがとうそうありがとうございます4期生が来ても流れませんうん怪しいな <laughs> お手紙よかったあ本当？えー、嬉しいありがとうね本当にみんなが楽しいって思っていただけセー生誕さんになったらあのいいなってって 思いますしこれからあの公演だったりとかイベントにも足を運んでくださったら必ずあの楽しんでいただけるように楽しんでいただけるように楽しかったって絶対思,わ思っていただけるように <laughs> するのでよかったらこれから公演だったりとかイベントに足を運んでくださったら嬉しいですあとは毎日のメールの返信とかも楽しみにしてます うんありがとういつも楽しんで本当楽しい生誕態ありがとね若いい子には流れない予定ですでもなんか流れないっていうことは何て言うんだろうなあの n g t のことを知ってほしいっていうのはすごくすごくあってこの子あの知ってほしいとか何かこう何て言うんだろうなみんなのことを知ってほしいなっていう気持ちがずっとあるんだよね。だから なんだろう教えんされたら悲しいんだけど <laughs> 教えんされたら悲しいんだけどもあの何、ー、ていうかなみんなのことを知ってくれてみんなのことを好きになってくれてみんなのことを応援してくれてることはめちゃくちゃ嬉しいんですよそうあのー、嬉しいんですよねうんなんか一番はなんかこう完全に来なくなっちゃうっていう <laughs> 悲しいんですけどでもあのー、なんだろうその NGT48 のことを好きでいてくれることがめちゃめちゃ好きあのめちゃめちゃ嬉しいのでそうよかったら4期生のことも知ってほしいし入ってきたらね3期生のことも知ってほしいしドラさん2期のことももっともっと知ってほしいなって思いますうんそうあ本当あおしましそうだねおしましそう嬉しいだからあの私のところにも来てもらえたら嬉しいなって思ううんそう なので、ありがとね、そう、ありがとうございます。はい。えー、そこは間違いなしで、ありがとう、まりちゃんだけ、ありがとね。ありがとうございます。まりちゃんがおばさんになって。<laughs> 押し続けます。ありがとうございます。そう。三部の話ね、三部で、ね、カラオケをさせていただいたんですけど。そう。あのー、何歌おうかなーってずっと悩んでて。そう、実は、その。三部のカラオケ。 系のためにあの人から行ってきたんですよ。<laughs> その練習だったんですよね。そう、練習しててちょっとね。何だろう？何にもこのマークでその場でパって歌います。っていうのが、あの私はちょっとできないタイプだから、そうちょっとね。なんかこう聞いていただくからこそちょっと <laughs>。 そう聞いていただくからこそちょっとこうなんかまあ聞いてても「うん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 うあうん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 」聴けるだろうぐらいの <laughs> 歌であったらいいなと思ってそれで何曲迷ってたんですよそう2曲歌迷ってて私がおばさんになっても今日歌った曲は私がおばさんになってもなんですけどとあと「なぎさのバルコニー」。 でめっちゃ迷っててどっちがいいんだろうなぁと思って <laughs> どっちがいいかなぁと思ってそう聖子ちゃんそうなんですよどっちがいいかなって悩んでたんですけどそうでもあの願いを込めて <laughs> 応援してくださる皆さんに対して。 私がね年を重ねても <laughs> 私が年を重ねても <laughs> あそう伏線回収してるそう年を重ねても好きでいてほしいなーっていう気持ちであの願いを込めて私がおばさんになってもあ <laughs> ましたあ本当歌詞,刺さ,ざっ歌詞刺さったた歌詞がさっン買ほんと私らしいそう若い子が好きだからそう若い子が好きだからっていうのもそうですし。 そう一緒に年重ねていこうねっていう意味で <laughs> いいあの年一緒に重ねていこうねっていう意味を込めてあの私がおばさんになったらね皆さんも <laughs> さちょっとあまりあのこれはあのちょっとあれなんですけど私もお年取ったら皆さんもみたいな。<laughs> だから一緒に年重ねていこうみたいな感じであらしい。選挙です。あ、よかった。ありがとうございます。嬉しい！嬉しい。嬉しい。放棄グマの曲あ、私ね放棄後歌ったことあるよ。歌ったことあります。そう、カラオケ大好きです。きたてジャパンだったですよね。そうなんですよね。良かった。ナイ選曲よかった。嬉しい。あすでに。<laughs> とか言わないでそんなことないからねそうなので一緒に「あっ空から <laughs> やめてやめて」だからあのみんなでねそうあの年を重ねていけたらいいなっていう意味を込めてあの私がおばさんになってもにさしていただきましたよかったでもこの曲選んでよかったなと思う,そうあとはあのみんなにそうなんかみんなで歌う曲も何がいいかなって悩んでてどうしようと思ってでもみんなに「 出会えたからこそこの曲歌いたいなと思って応援してくださる皆さんにも出会えたし NGT に会てねメンバーにも出会えたからこの出会えた奇跡を大事にしたいと思って奇跡にしました <laughs> ごめんなさいなんか理由を言おうかなと選んだ理由とか言おうかなと思ったんだけどちょっと言うタイミングをなんかこう見計らっててちょっと逃してしまったのでちょっと今のタイミングになってしまったんですけどそう奇跡ですあ年重ねたらそんなことないですよそうみんながそう知ってる曲を歌いたかったんだよね そうよかったあ面白かったよかったよかった,かった選曲よかった本当嬉しいそうだよねグリーンが来ると思わなかったですよねグリーンさんがね来ると思わなかったですよねだからこの曲がいいなと思ってこの曲にさせていただきましたそうアイビッシュもね流れあの迷ったんですけどね迷ったのであのでもあのメンバーもこうすぐに歌えるような曲がいいかなと思ってあの奇跡にしました ありがとうございまっ本当に勇気ル,ルーキーズみたいになってた懐かしいドラマですよねよかったあ本当に逆にそうだねベタベタで選んだかなそうだねベタベタな路線で行ったかもしれないあ、うん。あ本当意外だったよかったそう一回ニコ生配信で規聖がこの歌を歌った時にめちゃくちゃよくてそうその時にまたみんなで歌いたいなっていうのもあってそう2曲じゃ足りないぐらいそうあっ時,時代的にもみんな知ってたからそう よかったよかったです。なのでこうまたね28歳の生誕祭をさせていただくときにはまたちょっと選曲とかも悩みたいなーって思いますあ口ずさんだありがとうもっとやってほしかった本当あよかったすいすいもあえっ待ってすいすいいくつなんだろうちょっと待って待って奇跡がリグ,グリーンさんの奇跡がリリースされた時「すいすいいくつ?」。 だとソフル歌えなくって、なんかこう一番一番とかフルっていう組み合わせだったらなんか三曲歌えるんですけど、そうあの待って十九でしょ待って十九でしょえ待って待って待ってえやどうした<っ>すごい指え 二千八年の歌でしょ。スイス四歳なんだ。よく歌いだいた <laughs> え、ちょっと待って。スイスに言っとく。ごめんねって言っとくね。スイスにあ、スイスにあれ言っとく。言っとく。謝っとこ。<laughs> 言っとくえ。え、だってリリカちゃんに至って二歳。やば。そうだね。ちょっと今度謝っとくね。 いやなんかめっちゃ迷ってそうあともう一つ悩んだのがそう怪獣の花歌だっけ合ってる怪獣の歌だっけ <laughs> ちょっと待って全然私バウンディさんのやつにもしようかなって思ったのねなの最近の流行りの歌でその曲とかもいいのかなと思ったんだけど本当にあの皆さんが知ってるっていう本当にもう誰もが知ってるっていうやつをしたかったのでそうそう かあ良かった。スイスに言っとくね。スイスに聞いときます。<laughs> スイスに言っときますね。あ、本当スイスイ好きって言ってる。<laughs> そう。スイスイ好きな方多いんですよね。私のことをあの押してくださる方でスイスイ好きな方多いんですよ。そう多かったです。そうあ、私たちに合わせられたかな？そう。会社のそう、歌にしようかなと思ったんだけど、そう。ありがとうございます。そう、ちょっと皆さんが知ってる曲でこうなんかこう心に。 響くような歌が歌いたかったので。良かった。ありがとうえー、ちょっとスイスに言っときますね。スイス4歳か？4歳か？<laughs> 俺も好き。<laughs> 4歳か。ああ、ゆうなちゃん、ゆうなちゃん好きな人も多いし、もえちゃん好きな人も多い。うん。初めてスイスイ見たけど可愛かった。これはもうちょっと好きになりかけてるね。 なりかけてるでそうだよねそっかでもねみんなのことは知ってほしいなってめっちゃ思いますめちゃくちゃめちゃくちゃ思いますそうあそうすごいね素敵なパフォーマンスするよねそうスイスねうんねそえ本当奇跡ありがとうございますそうだから奇跡歌えてよかったな。ちょっとスイスに行ってきます <laughs> スイス生まれた時4歳だったんだねって言っとくねうん言っときますそう えーそっかありがとうございますでも本当にあのー、いっぱいいろいろとお話しさせていただいたんですけどあのー、本当に生誕祭に来てくださった皆さん本当に DMM で見てくださった皆さんありがとうございました本当にありがとうねありがとうございますなんかあるかななんか気になったこととかありますか <laughs> あ、あとあ、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 あそうだフラッシュさんもねゲットしてくださった方ごめんなさいさっきちょっとあのー、話が戻ってしまうんですけどゲットしてくださった皆さんもあの予約で 受け取ってくださった皆さんもありがとうございますフラッシュスペシャルさんありがとうございますこんばんはこちらこそありがとうねありがとうございます復帰すごかったありがとうこれから頑張るねこれからもっともっとこうなんかこう鍛えたいなって思ってるので頑張りますちょっと最近あのサボっちゃってるんだけどよかったありがとうあまだ見てないえありがとうねこれから見てねちゃんとゲットしたありがとうね本当にありがとうございますありがとうございます あうえ売り切れてたのっ売り切れてたのかな受け取れてよかったあれシートの長編み嵐さん方ありがとうね2種類もありがとうそうあ忘れ目丸ごとだったそう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 これから開いてるありがとうあ変えたありがとう売り切れだったのかな本当ありがとうございますタコもしも食べましたあよかったありがとう今日で売り切れたありがとうございます嬉しいあかぶっちゃった ありがとう嬉しいありがお昼頃はあったそうなんだね公園あゆ公園前はあった本当良かったあれかなあの出していただいたタイミングだったりとかしたのかなねありがとうございますありがとうございます良かったらぜひ明日とかもあそうありがとうねあそう推し押しパンもね食べてくださってありがとうございますありがとうそう焼きリンゴと あのやあのタルトとそうトマトのカレーのやつありがとうございますタコ飯が食べれなかったあらそっかパンも食べましたありがとうよし <laughs> キュウリ美味しいありがとう <laughs> やっと食べれた良かったゲットできたありがとうじゃ良かったらまたぜひあのー、食べていただける機会があったらぜひゲットして食べていただきたいなって思いますそうあのすごいいいですよねそう本当にそうあのコラボしていただいてるそう。 ありがとうございますエ n コープさんとすごいねあのいっぱい種類のパンがあるんですけどすごいどれも美味しくて押しパンめっちゃ悩んだんですよねありがとうございますあ帰りもありがとうございます風味創価にしてもありがとうございますぜひねよかったら食べていただきたいなってめちゃくちゃ思います本当にそうあの5月6月とね色々と あのー、これからもどんどんあのいいお知らせができるように頑張っていきたいなって思ってますのでよろしくお願いします。あオフショットねまだあるのでまた載せますねモモメとかにもありがとうございます。ねぜひぜひリピートしてくださいありがとうございます。あまずタコ飯食べた？ありがとうねありがとうございます。本当にそうこうして、ね、あのー、ねそういっぱいいろいろとな,なんて言えばいいんですかね嬉しい報告ができるように頑張っていきたいなって。 持ってますこんばんはありがとうありがとうございますねありがとうございますのでよかったらこれからも是非あの好きになっていただけたら嬉しいなって思いますほんとなんか自分にいろいろとね足りないものがありすぎるんですけど <laughs> ありすぎるんですけどあの自分ができるあの何、ー、て言うんだろうな,な自分ができるところ まであの必ずやっていフフフ練習もそうだしそうあの伝えたいことがある時は必ずああの <laughs> あの練習してあの自分ができる限界まであの頑張ってやっていきたいなって思ってるからあのちょっとねなんか変な顔してたりとか <laughs> する場面とかあるかもしれないしなんかちょっとあれな部分とかもあるかもしれないんですけど。自分ができるせい いっぱいのこと精いっぱいなんて言うなら自分ができる最大限のことを尽くして頑張りたいなって思ってますのでこれからもぜひあの応援してくださったら嬉しいです <laughs> ありがとう人からいく <laughs> そうなんですよね人からそうそうなんですよそう mc でねなんかこうお昼の mc の時にそうラビ修行終わりの後半の時にあのお話しさせていただいたんですよなんかテンション上がることそう なんか自分のテンションを上げる方法みたいなお話をさせていただいた時にそう人からって言っててそう人からすごいテンション上がるんですよね <laughs> 上がるんですよねでもそう人からに行くっていうことをモバメで伝えてなかったじゃないですかそう瀬田さんが終わった後に言おうと思ってそうそうなんですよあ本当こう人から言ってましたそう今ままで以上にお会いしますありがとう ありがとうございますあ1時間半コースだったんですけどもう同じ歌ばっか歌ってて <laughs> もう同じ歌の繰り返ししててそうあの何、ー、て言うのこの録音機能あるじゃないですかボイスメモボイスメモをあの聞いてボイスメモをお母さんに送ったりとかしてて <laughs>。 履私がおいさんになって私がおさんになって私がおさんになってもだらけになっちゃってたんだけどそうそうなんですよね履歴見た方はびっくりしちゃうと思うんですけどそうでもお母さんにも送ってそう聞いてもらったりとかして <laughs> そうなんですよねガチガチでしたねうんガチガチですはい。<laughs> そうだですよねだからそうなんか本当にでもなんか本当なんか至らない点とかたくさんあると思うんですけどあの自分ができることはあの最大限に自分があのよしっていう思えるぐらいまであの頑張ろうって思ってますしこれからもいろいろとねあの を満たさせていただく上でまた新しい曲だったりとかも覚える機会とかももしかしたらねあるかもしれないので頑張りたいなって思っておりますありがとうございますうん <laughs> 熱意が伝わるそうだ恥ずかしいありがとうねそうなんかねそんな緊張しなくてもいいよとかって言ってくださるんですけどそうやっぱなんか逆になんだろうなんだろうね緊張するよね。<laughs> ってなんだろうね、なんか緊張しないってこと多分一生このままないと思う。うん、ないと思うんですけど。緊張してるんだなって、あの受け止めてくださったら嬉しいです。<laughs> セーブ、そう、セーブです。うん、あ、今日はね、脇汗がすごかった。<laughs> 今日はあの手汗とかじゃなくて、脇汗がもう、だからずっとなんかもう脇を抑えてて。 リカちゃんに、こんなポーズしてるの、あのー、うマリナと秋元先生ぐらいだよって言われました。あ <laughs>、リカちゃんに <laughs>。このポーズしてるの <laughs>。秋元先生と私ぐらいって言われました <laughs>。そう、なんかもう、本当はなんかずっと、脇汗止まんなくて。なんか、こう、みんながさ、褒めてくれるじゃん、そう、褒めてくれたりとか。こう、なんかさ、嬉しいこと言ってくれると、なんか、こう、なんか、嬉しくて、脇汗かいちゃうのね。<laughs> 脇汗書いちゃうんですよそうだからなんかそう脇汗かいてるっていうことも伝えようかなって思ったんだけどちょっとねあのこういうなんかあのショールームとかだったら伝えるけどちょっとさすがにあのステージ上ではちょっと脇汗っていうワードは言えなかったからあれなんですけどそうだからねそう脇を押さえてたのはちょっと脇汗がちょっとね <laughs> 止まらなくて <laughs>。 そうだからなんかねそう褒めていただいたりとか嬉しいこと言ってもらうとなんかどういう反応なんか嬉しすぎてなんかすいませんすごいなんかすごいあのねあれですよね <laughs> お気持ち悪いところをお見せしちゃうんですけどそうなのでこれからも多分脇汗は書くと思うんですけど多分脇を押さえてたらあの脇汗書いてるんだなって思っていただけとうなんか褒められるとね恥ずかしくなっちゃうんだよねそう ななんかかかかねあそう締める衣装とかじゃなくてっったた本当に <laughs> よかったですあの青いシャツとかじゃなくてよかったんだけどそう本当にそうなんですよねだからなんかね褒められてないからあ,あごめんあこれから見える見ていただけたらあの多分すごい脇押さえてるんですけどあ脇汗かいてるんだなと思って見ていただけたら嬉しいですそうなのでちょっと変なところとかたくさん至らない点とかもたくさんあると思うんですけどこれからも好きでいてくださったら <laughs>。 嬉しいですありがとうございますねありがとうございます本当に皆さんにもっと好きになっていただけるようにもっともっとあのー、活動の幅とかも広げられるように頑張りたいと思います本当にありがとうねえでも今日泣きすぎてなんか鼻水出たんですけど鼻水出てる時も多分ターンした時に多分飛ばしちゃったかもしれないごめんね <laughs> 不審な動きも面白かったあら恥ずかしいあえて言うとこ好きありがとうこれからもかもしますありがとう ありがとうございます。ありがとうございます。そうターンでそうピシャンって多分飛んじゃったかもしれない。ごめんね飛ばしちゃったら。そう申し訳ないです。<laughs> 汗こび。そういろいろ出てた。なんか本当にいろいろ出てた。なんか夢みたいな感覚でこんなにさ応援してくださる皆さんが集まっていただくっていう環境っていうかなんか場面とかも生誕祭ぐらいじゃないですか。そのこんなにねバーって 集まっていただくのだからそれが年に1回とかさあのちょっと年あのねあのえー、っと期間が少し空いてたからこそなんかもうこうなんかねなっちゃったよね <laughs> ね本当にこうなんかワキワキみたいなね感じになっちゃったんですけどありがとうございますそうウキウキワキワキしてた。 <laughs> そうだよねそうだよね劇場がそうレイみたいな感じでしたもんね。あメンバーにね、えっと、髪型リクエストはあのー、みんながえっとねあれ私ね悩んだのねこの子にはこの髪型がいいかなとか悩んだんですけどなんかせっかく自分の生誕祭では。 あったんですけども、なんかこうみんなのことを知ってほしいなっていうところもあったんですね。こうみんなが楽しんでもらえたらいいなと思って応援してくださる皆さんもメンバーのみんなもね、楽しんでもらえたらいいなーって思ったから、もうみんなが一番お気に入りの髪型にしてほしいって伝えました <laughs>。そう、みんながあの、これがお気に入りっていう髪型にしてほしいっていうのを伝えました。そう。 そうなんですよねそうなんですそうなんですそうだからなんか自分がこれっていうのも選ぼうかなって悩んだんだけどせっかくこうみんなにあのねみんなのことを知っていただける機会だったしこう自分がきっとお気に入りの髪型ってメンバーとかってあると思うんですよだからみんなメンバーが自分これが似合うかなっていう髪型だったりお気に入りの髪型をしてほしいなと思ってあのー、昨日の 生誕祭前だねそうだねねそう前日か前日にそ LINE であのみんながお気に入りの一番お気に入りのそう一番好きな髪型をしてくださいって言わせていただきましたはいそうなんですよだから自分あ私ね私最初下ろしてたんですよねそう下ろしてて髪型お昼の時下ろしててそうなんかこう下ろして踊ってたんですけど、あのー、その合わせの時にこうお化けみたいな一瞬お化けみたいになっちゃって。<laughs> そう俺はこのね編み込んで下ろしてたんだけどなんかお化けみたいになっちゃったからこれ踊る時あれ踊る時あれだなと思ってプニーテールにしちゃいましたそうそうプニーテールにしちゃいました <laughs> 大きキみたいになっちゃうかなと思ってそうちょっと自分の踊り方がねあれだったんであのこれにしましたはいプニーテールで巻いてこぐるぐるんってしましただからめっちゃ踊りやすかったですうん踊りやすい髪型にしちゃいました うんアポに良かった良かったありがとうございますありがとうございますあそうえっとねラスベーガスの帽子の中でのポリテールね大丈夫だったフィットしてた今日大丈夫でしたえでもこれから私もね12時超えたらそう見ようかなって思ってるんですけどなんか恥ずかしくて見れないかもどうしよう見れないかもしれないあそうパッツンだったんだけどねだんだんアスットであのー、スプレーが混ざってだんだんパッツンじゃなくなっちゃった <laughs> そうどうしよう見れないかもしれない 見れるかな,なんか自分を自分で見るのなんか恥ずかしいななんかね <laughs> 恥ずかしいどうしよう見れるかな変なこと言ってないかな大丈夫かな <laughs> ギャーギャー言い過ぎながら見そう多分ギャーギャー言いながら見ちゃうかもしれないな染んだかなだいぶねでも伸びなんかちょうどよく長さはいい感じになったなと思いますあ本当素敵だったから見たほうがいいほんなステージだったあ本当嬉としいブラボーだったありがとう嬉しいありがとうございます 嬉しいそう見るまでがそう怖いなんですけど <laughs> そうなんか自分で自分をなんかねいっぱいねそう映していただいてるからこそ生誕祭だからなんか恥ずかしいなと思って大丈夫かな <laughs> 大丈夫かあ気にならなかった本当実況配信とかしたら楽しそうあ本当ですかえパッツンかい,いありがとうえリ、ー、カちゃんとの絡みも本当よかったちょうどよくなったかな そうるきたよかった今日はそうですねありがたいことにね私の生誕祭だったのありがとうもらい泣きしたありがとう素敵なステージだったいや本当にこうあの言っていただくことがすごく嬉しいですそういうふうに言っていただけることがずっと笑顔だったありがとうありがとうね嬉しい私見てくれたた息が面白い息が多くて面白かったそうだね今日久しぶりに一揆が久しぶりっていうかリバイバルでは初めてだねこんな日記が集まれたのそう ねそうなんですよねちょっと伸びたよね初っぱなから泣いてたのよかった <laughs> 泣いちゃったよねなんかね本当に皆さんなんかこう集まってくれさったってこともすごく嬉しかったからありがとうございますあと誇りのね歌詞がめちゃめちゃ染みるんですよねうん楽しくてあ本当時間たつの早かったよかったありがとうございます嬉しいあ本当実況配信してほしいえやっていいですか ね、セタイの皆さんもね、ありがとうございます本当にいろいろと考えてくださってありがとうございますえ実況配信みたいえじゃあやろっかなちょっとやってみたいなって思いますうんそうやってみたいなと思うえやりますね実況配信わかりましたえよかったなんかそうなんかいいずっといいなんかこう1回やってみたいなって私思ってたのね思ってたんだけどなんかどうしようかなと思ってもしかしたら あれかあれかなってどうかなと思ってたからあよかったじゃあやりますねやりますちょっとまたあのー、日にちとか時間とか改めてお伝えしますねそうだよね2時間半あるから多分22時16分だとちょっとあれですよね <laughs> ちょっとあれですよねうんあありがとうあ4年ぶりにありがとうねよかったらまた来てねありがとう見たいありがとうねそうだよね3時間ぐらいのちょうそうだよね長丁場になるかなだから また、ちょっとうんと時間を早めて感じで言いたいと思いますね。ありがとうございます。ありがとね。うん、ありがとうございます。換気休憩タイム入れる <laughs> え、換気休憩タイム <laughs> でも dmm さんだとあれだもんね。あの実況あの実況っていうか d、d あのー、アーカイブ見るときあれだもんねそ。ちょっと短縮されてますもんねね。いいかもしれない。ありがとうございます。あー、分かった。決まったら教えるね。 よかった嬉しい実況配信してみようかかな,なんかいっぱい言いたいことがありすぎて私 <laughs> ここが好きとかここあれなんですとかなんか振りに関してのこととかもなんかこうメールの返信とかでもなんかこうなんか自分が思うようにできたところとか全然教えてほしいなんか教えてねとか言ってくださる方とかもいらっしゃったのでなんかいろいろと振りに関してお話ししたいことがたくさん。 あるので、またちょっと後日改めてあの実況配信をしたいなって思います <laughs>。そう、裏話を話していきますね。ありがとうございます。嬉しい。なんかこういう風になんか実況配信してほしいって言っていただけるなんて思わなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、一時停止して。<laughs> 語りなさそうで、ね、語っちゃうかもしれない。 う日にちいいいいまますすようにね見ててたただけたら嬉しいなって思いますそっ思そかあちょっとずれるのか秒単位でずれるんだねそっかそっかそっかあポイントとかも教えるねあそう自分の生誕祭を見てちょっとあのいろいろとお話しできれたらいいなって思いますそう実況配信ねあんまやったことないんだよね私だいぶ前にインスタライブでななみちゃんと一緒にしたぐらいだったかなうん。 ね、さっきの人からみたいな裏話が聞きたい <laughs> もうそれんだろう生誕祭のための裏話あ裏話もう一つあったわ裏話でもう一つあるんだ実はじゃあ見せますねそう今日さあのー、スピーチが一番自分の中で、あのー、こううまく伝えられるかなっていうのにすごいあれだったんですよもう頭がいっぱいだったんですけどそうあの昨日その自分が言えた 何ていうの覚えられたんですけどもしも本当に本当に本当にあのドアスレしちゃってスポーンって抜けちゃった時のためにあのー、メモしてたやつはあるんですよ <laughs> これメモしてたやつがあってそうメモしたやつがあってそうこれを <laughs> このお手紙をああのー、<laughs> あの自分のあの体の一部に潜らせてました <laughs>。 あ今日手に書いてないいんだ今日手に書いてなくってもし忘れた時用にあのどことかどことはあえて言わないんですけど <laughs> あえて言わないですよ体の一部体の一部にあの入れてました <laughs> あ脇脇だとね落ちちゃうかな脇に入れたらちょっとあの落ちちゃうんで <laughs> そうどことか言,言わないけどあの自分の,あの体の中に仕込んでおきました。<laughs> もしねもし本当にどうすれしてうわっんて言おうと思ったんだっけっていうためのそう体の一部にあの仕込まませてました <laughs> そうなんですよねだからそう今日のこれは裏話ですねめちゃめちゃ裏話ですそうそうなんですよねだからちょっと忍ばせておきました <laughs> その時はあの後ろにあのメンバーの方に向いて出そうと思ってたそう出そうと思ってたんだけど でも今日あの自分がねそう伝えたいことを全部伝えられたので <laughs> そういあの良かったですそうそうなんですよねちょっともし真っ白だったらっていうのを考えたときが一番ちょっと怖かったのでそうあの自分の体の中に仕込ませておきました <laughs> あ、途中で落ちなかったうん全然途中で落ちなかったねあそうこれがなんかお守り的な部分とかもあったかなうんありましたねあそう全然ねそう汗で滲んだりとかしてなくてそうだからでも伝えたいことを伝えられたのでよかったかなって思います結局 <laughs> ね準備しないと私できないんですよねそうなんかこう自分がこう「よし!」ってならないとできないタイプだからそんな感じです はいありがとうございます安心感あったで安心感あったうんそうなんですよねだから準備はそうそうしておきたいなって思うタイプですあごめんなさいありがとうございますごめんなさいちょっとごめんなさいありがとうございますクマさんもありがとうございますねありがとうございますありがとうございますねありがとうございますよかったえエムエムでしたありがとうそう確かに手に書かなかったね今日そう手に書かなかった うんうんうん、あ、そのすっごく気持ちわかる。ありがとうね。ありがとうございます。あれ、私、あれ、何時からやってたっけ。今日何時からやってたかなって。何時からですか。ちょっと。あれかな。あ、そっか、ごめん。また、メール明日送りますね。ありがとうございます。メール送るね。三十六分かじゃあ、三十六分なったら、お名前を呼びいたしますね。ありがとうございます。あ、よかった。完璧。はい。あ、素敵でした。ありがとうございます。 伝伝ええたたいことは伝えられたかな本当にでも応援してくださる皆さん一人一人のことが好きって気持ちは多分でも私私好きっていう気持ちはあのー、行動で示したいから <laughs> そのこうなんか好きっていう気持ちもちろんみんな一人一人が大好きっていうこと。 はなんかこうもっとなんかその好きな気持ちをもっとはっきり言えたらよかったんだけどでも私 <laughs> 行動で <laughs> 示したいなって思うタイプだからそうそう行動行動派なのかなそう行動派かなそうだから多分多分好きな気持ちは普段から多分伝わってるよね <laughs> 多分普段から伝わってるよね <laughs> もしかしたら足りなかったらごめんね足りなかったらごめんねそうどうそうどうそうそう本当にっていう気持ちをあっ行動に出ちゃうそう行動に出ちゃうそうそうなんですよだからそう言葉であのー、こう伝えきれないなって思っちゃうからそう行動で <laughs> 伝えたいなって思いますはいあ伝わってる本当良よかった ことで伝えられたらいいなって思ってます。ああありがとうございます。すごいもう <laughs> 洗濯物ありがとうございます。そうなのでなんかもちろんそのこれからもなんかこういうなんていうの大事な場面でなんか思いを伝えるっていうことも大事にしていきたいんですけどなんか普段から思いを伝えるっていうことにも大事にしたいなと思っててもうだからなんかもうみんなに耳がタコ耳にタコができるぐらいいっぱいいろいろと 伝えてきてるとは思うんですけど、ああありがとうね。晴れてるね。ありがとうございます。太陽がいっぱいそう。あのー、なんだけど、多分きっと。これからもショールームだったりとかも。あのイベントだったりとかも。メールとか。でもどんどんこう思いを伝えていきたいなって思ってます。うんなのでちょっとむしろ。なんかこういう大事な場面で言えないことの方が <laughs> 多いかもしれないけど、そう。あのこういう活動を通して日々の思いを。 日々伝えらられたらいいなって思ってて思ますうんありがとうございます。ありがとね、あじさんも。ありがとうござい,ますいっぱいありがとうございます、本当に。そう、なので、だから、これからも、ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、そろそろ、スクショタイムといきますかねよいしょよいしょ。ありがとうございますね。そう、お花も。ありがとう。あ今日、また、あの後日、また、ショールームで歌を歌わせていただきますね。 お花もありがとうございますいっぱいねそうあのメッセージカードも書いてくださったりありがとうございますありがとう大丈夫かな大丈夫ですかそう日々ね伝えていきたいなって思ってるしとこれからもよかったらみんなのことを教えてほしいなってもあ,らは <laughs> ありがとうあ,るかいいありがとうね そうあの来てくださった方ほんとじっくりじっくりじっくりあのみんなの顔を見たかったんですけどごめんねじっくりじっくり見れなくてそうあれとかもすごいあのどうしようと思ってもうずっとなんかい <laughs> 2人乗りの自転車とかなんかすっごいキモい感じになっちゃいましたよねなんかなんかすごいいっぱい <laughs> なんかみんなのことを特別だよって思ってたらなんかすごい動きになっちゃったんですけどそうごめんね <laughs>。 ありがとうこれねそうありがとうございますということでそうこんな感じであそう仕事終わりとかにも来てくださる方だったりそうあのー、途中からねかけ、あのー、駆けつけてくださる方もいらっしゃってありがとうございますねまたインスタとか SNS も。 更新しますねありがとうねや金終わりとかもそうですし申し上がったよかったありがとうメンバーのみんなもねたくさん写真撮ってくれたのでまた載せたいと思いますそう申し訳ないねありがたいですよね本当に なんか私の写真でみんなのフォルダーが埋まっていくのも何か申し訳なくて <laughs> ねありがとうですよねほんといっぱい写真撮ってくれてありがとうみんなも保存してくれたり改めておめでとうありがとうねありがとうございますありがとう撮れたあとね今日みんなね M のポーズめっちゃしてくれたんだよね そうなのムなんですよ気づきましたか M, ?M どうやってしようかなあっ M 気づいた、M、なんかムのポーズこれにしようかなあ確かに <laughs> でも私はねみんなの,あのカメラみんなの顔で埋めたい撮れたかな あ、猫耳だと思ってたそう M なんですよ実は猫だと思ってた撮れた撮れましたかありがとう撮れたかな撮れましたかねありがとうございます10のポーズだったの ありがとうということで今日見てくださった皆さんあの生誕祭を見てくださった皆さん来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました <laughs> 今日のハッシュタグはどうしようかな今日のハッシュタグ何がある <laughs> 何があるかな今日のハッシュタグなんか変なこと言ってた <laughs> なんか言ってたかな配信で何言ってたかな私 脇だよね、思った、わ脇汗、いや、本当にひどい、ひどいですよね、ごめんなさい、これは。これはちょっとあれですよね、すみません、ひどいですよね、すみません。<laughs> ごめんなさい。どうしよう、人から、人。こちらこそ、ありがとうございます。楽しかったでよかった。ありがとう。おもろね、き。脇汗,脇汗脇脇。え、ちょっと待って。どうしよう、体の位置より、ありがとう。 新潟まで来てありがとう嬉しいどうしようかな何がいいかなちょっとね脇だとね脇の印象がインパクトなのでどうしようかなあ本当とにかく素敵だったありがとう <laughs> えー、待って悩んできた何がいいかなどうしようかなあーそうね確かに マリナがおばさんになって、<laughs> ストレート、ストレートですね。めっちゃストレート。うわ、悩んできた。ごめんね、めっちゃな悩ましたから申し訳ない。何がいいんだろうな。何がいい？スイス四歳 <laughs>。スイス四歳ちょっとすごいお気に入りだけど、めっちゃお気に入り。うわ、いいな。スイス四イ歳 <laughs>。 スイスイの生誕祭みたいなやっちゃうね確かにねどうしようあーブラボーもいいよねわかる大喜利大会になってるスイスイ4歳の奇跡 <laughs> 確かに踏んでるええー、スイスい巻き込んでるよねどうしようかなうんじゃあそうだね生誕祭そうだねじゃああのあしたがきっとあの生誕祭に関してのやつは西がハッシュタグ西がたまりの生誕祭二千二十二ってなってるのでうん。 どううしようかなえー、じゃああれいいじゃん今じゃあ今ショールームでまあアフタートーク裏話ができたので <laughs> できたのでそうだよね裏話ができたので「あのハッシュタグ生誕祭の裏話」にしようかな「真 <laughs> 理ちゃん生誕祭の裏話」長い長いどう,どう長いですか結構あの話せたから裏話について「真理ちゃん」 も知ってたりいいいよううなとですかありがとうござ「ますりちゃん生誕祭裏話」が一番多分今日のあれかななんかいろいろまとめたかな「スイスイ4歳」もそうですしそう「あのー、脇汗っていう関連に関してもそうだしいいよね多分これが一番あれかないろいろな話が多分一番分かりやすいよね今日あのー「ショールーム見れなかった方とかもごめんね私が急遽配信してしまったのであのー、見れなかった方とかもいらっしゃると思うので一番。 わかりやすいかなありがとうごめんねちょっと長いかもしれないんですけどわかりやすぎよかったマリちゃん生誕祭の裏話にしたいと思いますありがとうみんなごめんねいっぱいね面白い案とかも出してくれて全部お気に入り <laughs> ありがとうね二十八歳もねマリナしかとかもありがとうねありがとうございますそうすいすい4歳もすごい好き <laughs> そうマリナがおばさんになっても,もアメリちゃんがおばさんになっても,も好きそうマリナがおばさんになっても,も好き ありがとうございますねねありがとう、ね、いっぱい変なこと言っちゃったんですけどこれからぜひあのない点とかもあの足らないところとかももしかしたらあるかもしれないんですけどでも応援してくださる皆さんがなんかこう公演とかイベントとかもそうですし来てよかったなとかって思っていただけたりとか応援してよかったなって思っていただけるような活動ができたらいいなって思います。本当に 一人一人応援してくださる皆さんのことが好きだからこそこれからも日々思いを伝えていけたらいいなって思いますし本当いろいろな応援スタイルとかもきっとあると思いますので本当に楽しいって思っていただけるように私は頑張りたいなって思ってますしまたいつか落ち着いてこう会って話せるお話できる日があるとしたらその時に。 また足を運んでくださったら嬉しいです皆さんのお顔を直接見たいので頼 <laughs> りたいし話したいからいつかあのお話できるタイミングとかがあれば待ってる。私はずっとずっと待ってるからそうみんなさんがあのー、都合のいい日とかあった時にいっぱいいろいろ話してきたらいいなって思います今回あのいろいろな事情だったりとかセーターさんに来れなかった方とかもゲーム見てくださって本当に ありがとうございます28歳の生誕祭とかもさせていただけると思いますのでちょっと日程とかはまだ決まってないんですけどあのー、皆さん来れなかった方には絶対参加していただきたいなって思ってるし思ってますのでよかったら28歳の生誕祭も今から楽しみにしてます本当に行きたいって思ってくださる皆さんの気持ちが本当に最高のプレゼントですありがとうございます <laughs> これかみもなさんのことが一人一人のことが大好きですありがとねありがとね本当にありがとうございますありがとうあ次も絶対行きたいありがとねオフラインもね楽しみにしてるしいっぱいお話できたらいいなって思ってるし日々の活動の中でいろいろな思い出を作りたいなって思ってるしあのこの瞬間一つ一つを皆さんと大事にできたらいいなって思います ありがとうございます本当にあの最近好きになってくださった方とかもすごく嬉しくてそうあのー、ずっと応援してくださる方もすごく嬉しいですしそう何度もね劇場に足を運んで楽しいなって思っていただけるように頑張りたいなって思います。本当にありががとううございいますそう思いが あのごめんなさいちょっと話長くなっちゃうねそう思いが伝わってなかったのかなとか届かなかったのかなと思ってそうあの調整しなかったって,いうって思ってしまう方とかもいらっしゃると思うんですけど全くそんなことなくってそう全く全然そんなことなくて思いは日々届いてるしそう私もその思いに対してどんどん応えていきたいなって思ってるからなのでこれからも是非応援して下さい。 嬉しいです本当に皆さんのことが大好きなのでこの「大好き」って言葉何 <laughs> て言えばいいんだろうなお大好きってことを証明できるくらいあのどんどん愛を行動にしていきますねうん「会える日が特別なイベントでありがとう」「ありがとうねありがとうございます」そう本当にたくさんのお花もありがとうございましたお祝いのお言葉も全部全てが宝物ですなのでこれからも是非西方まりな のことをもよろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとうございます。うん、ありがとね。ありがとうございます。はい。<laughs> 嬉しい見てるよ。ありがとう。こちらこそよろしくね。ありがとうね。ということでちょっとごめんね。お時間が過ぎちゃったんですけど。お前を呼ばせていただきます。ありがとう。それではお名前を呼びさせていただきます。純粋が。 浜マさん、今日は素敵な生体祭ありがとうございましたキノクニアさんの生自身もコンビできたのでビール詰めかりますありがとうね、気をつけてね、帰るまでが生体祭なのでまたお待ちしてますありがとうございます、嬉しいそして12位がソルメイトさん、今日は素敵な生体祭を見ることができて幸せでしたありがとうございました、メッセージコメントも書いてから受け取ってねありがとうね、ありがとうございますありがとうございます、じっくりじっくりと読ませていただきますね ありがとうございます。またお待ちしてます。今日の子まもありがとう。そして11が K あっと新潟さん。ありがとうございます。とても素敵な生態者さんでしたね。まゆみさんのお手紙うるっときました。これからもよろしくお願いします。ねえ、そう、まゆみさん。まゆみさん。ねありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。まゆみさんもきっと喜んでると思います。ありがとう。今日はゆっくりさんね。ありがとうございます。本当に応援してくださってありがとうございます。そして10位が 年おじゃットワンタンネマシモズさん、えー、昼恋からの生誕祭お疲れ様でした一曲目のマリちゃんの涙うるうるええまゆみさんのお手紙にうるうる素晴らしい生誕祭で楽しい時間を過ごせました精一杯のコール史上最高に声がか,かれてます大丈夫私にごめんね頑張らせちゃったねごめんね本当にありがとうねありがとうございますみんなにみんなからみんなもねそう喜んでくれたのでよかったですありがとうね本当にありがとうございますごめんね順番が入れ変わってしまって 13位が浜地さん12位がケイさん11位がソウルメイトさんそして10位がクライサーと西方家ワンタン何年た何年何年と何年たってもかなえっ、ー、とマリナシカさんありがとうね人生初の生誕さん行きましたが最初から泣いてしましたありがとうおめでとうございましたありがとう4期生来てもマリナシカこれからもよろしくお願いしますマユミさん素敵なお手紙ありがとうございましたあ,ありがとうね27歳の時のバスでの手数もありがとうございます よかったらぜひまたお待ちしておりますね。ありがとうございます。まゆみさんもきっと喜んでると思います。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。初めての生誕祭。よかった。また来てね。そして、えーね、お声もお大事にくださいね。ありがとうございますね。年上さんもありがとうございます。お大事にね。ありがとうね。そして8ちが、えー、ケンニさん。ありがとうございます。配信はお疲れさま。えー、父とお二お疲れさでした。みんな心を,をたくさんしてくれてたね。まゆさんの手紙にはびっくりしたけど。 たくさんの笑顔を見せてくれてありがとう。えっ、ー、と、あ、飲んでるから。<laughs> 全然コメントでき的にちゃんと見ててありがとう。改めて27歳、おめでとう大好きだよあ。ありがとうございます。満足できたら100点ください。ありがとう、100点です。ありがとうございますね。たこみしも食べてくださってありがとうございます。おにぎりも食べてくださってありがとうございます。本当にね、そうミックスもコールもありがとうございました。ね、喉お大事にください。ありがとうございます。そして。 え7位が三つ坊さんありがとうございますね。またよかったらぜひお待ちしてますね。ありがとうございます。セイターさんにもありがとうございます。またお待ちしてます。すごい新幹線の画像だ。そして6位がセツナッんたんさん。あそうだよね。移動が大変だった。そうだよね。新幹線移動が大変だけど、つい気にありがとう。これからもさらにさらに,に押し上げるからね。ありがとうございます。ありがとうございます。あメンマが撮ってくれた写真かな。ありがとうございます。よかったらこれからも。 よろしくお願いします。ありがとね。本当にありがとね。大変な向こう来てくれてありがとうございます。えー、そしてん5位合意がタコソニーさん、<laughs> 亡霊チャーハン綺麗なお姉さんは？<laughs> すごい！なんか突然突然なんか、あのー、引き続きが気になるな。ありがとうございます。よかったらまたお待ちしてますね。ありがとうございますね。ありがとうございます。コンポーズをありがとうございます。そしてえー、っと！ 4位えーとフォワードかな数さん wfw 数さんあと日曜日帰りななみけさんありがとうございますありがとうございます日向木とかえりちゃんとななみちゃんが好きってことかな <laughs> <laughs> ありがとうございますよかったらまたお待ちしてますね今日もありがとうございましたまたお待ちしてますありがとうねよ4位が好きってことかな <laughs> ありがとういろいろいいかな。 <laughs> ありがとうございますそしてあっ西,畑後西畑さん,生徒さん27歳の生田さんと生徒さんに入ってきてください。ありがとう。マリシゃが感動してたこを僕もも,もらっちゃいました <laughs>。本当に変わらないでついていきますね。ありがとうね。ありがとう。あ写真もね。ありがとうございます。これからもぜひよかったら私についてきてくださると嬉しいです。ありがとうございます。またお待ちしてますね。楽しみました。よかった。ありがとう。写真もありがとうございます。ツイッターに載せたやつだ。そして2が。 あと結局まりちゃんしか勝たんな,の勝たんないんだよ怒ってるえー、素晴らしい生態祭お疲れ様でした一生えっ、ー、と生涯ずっと一緒にような宇宙一大好きだよおっと <laughs> 本当かな <laughs> 本当かな今の感情がこの感情がずっと続いてくれますように <laughs> ありがとうございますまたお待ちしてますねありがとうございます、ね、ありがとうございますまたお待ちしてますそして1位が 音速の気功しあっと、あんたんさん、ありがとうございます。あ、ひろちゃんが撮ってくれた写真だ。えっ、ー、と、生誕祭おめでとう。えー、二十七歳、生誕祭おめでとう。素敵な生誕祭、一曲からルルでした。劇場に傘忘れたので、今度リバイバル公演に入って、取りに行きます。あら、忘れちゃったのね <laughs>。傘忘れがちだよね。ね、忘れちゃうよね。ありがとね。ぜひ、取りに行ってください <laughs>。待ってます <laughs>。 ありがとうございますありがとね応援してくださって来てくださって見てくださって本当にありがとうございました1位が音速の寄稿したんでしたありがとうございますそうだね一人に行かないけどねまた行くね待ってるねありがとうございます本当に応援してくださった皆さんあいきたいと思ってくださった水本当にありがとうございました皆さんのことが一人一人が大好きなのでこれからも思いを伝えていきますね皆さんと出会えた奇跡を大事にしたいなって思ってますので これからぜひ思いをあ,あの何でも話してください。私で受ければ、<laughs> そうあの辛い時とか何かあった時にこう思い出していただけるような存在になりたいなって思ってるのでよかったらこれからよろしくお願いします。あお疲れ様配信ありがとうこちらこそありがとうございます。これからも活動楽しみにしてますありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日 あの見ていただきありがとうございましたたくさんのコメントアイテムありがとうございました是非よろしくお願いしますありがとねまたあの後日明日のメールとかでも思いを書かせていただきますチャットにも写真を載せていきますねありがとうそれでは皆さんおやすみなさいゆっくり遊んでくださいねありがとうまたねたくさんのコメントアイテムありがとうございましたまたね大丈夫かなまたねありがとう 気をつけて帰ってね帰るまでが先端祭なので気をつけてね本当にお足元の悪い中ありがとうございました本当にごめんねありがとね28歳の誕生日の時はあの大変じゃない天気になりますようにありがとうございますみんなまたねありがとうバイバイまたねありがとう気をつけて帰るんだよいい夢見えそうありがとねまた話そうね バイバイありがとうおやすみなさいまたねあとちょっと8分ぐらいあるけどまたねゆっくり休んでねありがとうまた実況配信する時もお知らせしますまたねバイバーイありがとうございました